こんにちは、まやです。おしゃべりする動画はちょっと珍しいんですけど、今回はチームマイシシーについての新しいお知らせの動画になります。チームマイシシーというのは2020年から私たちが運営をスタートさせたダンスチームの名前で、当初にこんな感じの説明の動画を出したんですが、今年から内容を新たにリニューアルしてしっかりメンバーさんを再募集することになりました。まずチームマイシシーは2020年からスタートして、本当にコロナ禍真っ最中だったので、できることが撮影ぐらいしか本当になくて、もう毎週のように撮影を組んでみんなで一緒に踊っていました。そこから3年経って、今もありがたいことにメンバーさんも増えて楽しく活動させていただいてるんですけど、2023年からはコロナ禍も落ち着いて規制も取れてきたので、イベントが戻ってきて、撮影よりもイベントの活動の方が多くなりました。私自身がもともとステージに出させていただくことが多かったので、コロナ禍前の活動形態が戻ったような感じになって、新しいステージやお仕事をたくさんいただいた年になったんですが、チームマイシシーのみんなも私のライブのステージに一緒にダンサーとして出てくれたり、新しいステージに立ってくれたことも多かったと思います。それもあって、今年からはもっとチームの活動幅を広げていきたいなと思って、今回活動内容をリニューアルすることにしました。では早速1つ目、今後新しく加入していただくメンバーさんは何かを目指して活動したい人限定になります。私自身がダンスインストラクター、ボイストレーナー、ダンサー、シンガー、まあ、ダンスボーカルアーティストですね、としてレッスンのお仕事からステージのお仕事までさせていただいてるんですが、将来的にこういう音楽業界で活動したりお仕事をしていきたいというふうに考えている方、もしくは最近は K-POP アイドルになりたい方も多いと思うんですけど、歌やダンスの能力を生かしてデビューを目指している方といったような、何かを目指して向上心を持って活動したいなと思っている方の応募をお待ちしてます。そして2つ目、ジュニア部門もしっかり進めていくことになりました。今までは高校生以上のメンバーが多かったんですけど、最近小中学生の皆さんからもお声をかけていただくことがすごく多くなったので、何か一緒にできる空間があればいいなと思いました。応募条件は先ほどと同じで、何かに向かって頑張りたい人限定になるんですけど、中学生以下の皆さんはチームマイシシージュニアチームとして一緒に活動ができます。ジュニアチームには限定レッスンだったりイベント出演の機会など様々な企画を考えていますので、気になる方はぜひお問い合わせください。簡単ですが以上2点になります。今までのチームマイシシーの活動内容は大体が YouTube にアップされていますので、どんな雰囲気なんだろうとか何をするんだろうとか気になる方はぜひいろんな動画をこう見漁ってみてください。今年からは今までの活動だけじゃなくて、今回のリニューアルを機に新しい企画も考えています。さらにご質問だったり気になることがありましたら、公式 LINE でもコメントでも私に直接 DM でも何でも構いませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。ぜひ新たなダンサーやシンガーの仲間と出会えることを楽しみにしています。バイバーイ。